どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それではゼルダ伝説ブレスオブザワイルド、リーバルトルネードいつでも OK だ。はい、ゼルダ伝説ブレスオブザワイルド続きをプレイしていこうと思います。前回ね、リーバルの試練終わったんだけど、族長にお話聞くの忘れてたね。リーバルのことを教えて。リーバルのね、日記とかも読んでなかったんだよ。申し訳ないね。実は少し前、リーバル様の日記が発見されて、我らの英傑様の日記ですから、皆はもう大喜びと。しかし、誰もが簡単に見て良いものではありませんので、私の判断でリーバル様を死と仰ぐ手番に管理を任せました。ああ、なるほど、なるほど。リーバル様の日記は、彼が愛した飛行訓練場で見つかった。おお、手番が持ち帰り自宅に保管しているはずですよと。なるほどね。大麻の剣手に入れたんだぜ。一切では入れない傑様のその剣で厄災殿に立ち向かったのだとか、松井様先祖より受け継ぎし、その剣片時も手放してはなりませんぞということですが、まあね、ぶっ壊れることないからね、これね。はい、ありがとうね。じゃあ手羽のところに向かいましょう。いや、あ、子供もいる。チューリーを連れて飛行訓練場に行くとするかと。うん、羽ばたきで前に進み、翼が風を受けて生まれる揚力で飛んでいる。そうそう、飛行機なんかもそうですね。揚力で飛びますね。だから自力で垂直に上昇することはできない。昔のリト族はそれが当たり前だと思い込んでいた、うん、だがその思い込みを打ち砕いたのはリーバル様だ。リーバルトルネードでしょ。あの人は自ら上昇気流を発生させ一気に垂直上昇する技を持っていた。戦闘において即座に相手の上が取れるということはどれだけ有利なことかお前も分かるだろう。確かに相当有利ですね。そんなことができるやつには俺は勝てる気がしない。だが今の俺にはリーバル様を超えてみせる。ああ、そのためにはあの技リーバルトルネードをいつか必ず得得してやる。素晴らしい、いってらっしゃい。楽しそうで何よりです。そんなこと言われたらなんか行かざるを得なくなっちゃうじゃん。あ、背中に乗せていくの。ああ、いいワンシーン。このあとミファの試練行くからさ、これをサムネに使えないんだけどさ、うわーうわー、使いてー、サムネに使いてー、ワンシーン。めっちゃ言えないか、奥さん。可愛いお子さんとかっこいい旦那さんですね。はい、向かいましたね。まあまあ、でも有事に備えていろいろと訓練するというのは必要なことだと思いますよ。はい、今日行われた休日大会でまた優勝者、村では僕の連勝記録の話で持ちきりだ。ぶっちぎりの成績と新記録の樹立、リト族の誇りとも称えられ悪い気はしない。族長から優勝の褒美を聞かれたので弓の訓練場が欲しいと言っておいた。今の僕には上下の落差を訓練できる場所が必要だ。あの技を完成させるためにも。あ、リブルトルネードが完成する前の話かこれ。今日も一日弓の鍛錬に励んだ。急降下からの上昇にまだキレが足りない。明日も訓練場に行こう。あそこでもっと上手く強くなるのだ。訓練場には僕に憧れている子供たちも来たいと言っているそうだ。皆の修行場にしてもいいかな。明日は気になっていることを試してみよう。あそこの上昇気流、あれを自在に作れたら。どうも気な臭い噂ばかり耳に入ってくる。薬剤ガノンとやらが復活するとかしないとか。何年か前メドウって異物が掘り起こされて噂になったけど、あれはガノンと戦うものらしい。ハイラル王国はあれのクリティを探しているというけど、誰にでも扱えるものってん？もの？ん？扱えるってものじゃないそうだ。神獣を操るには強力な聖なる力が必要だという。操れればそいつは強い力の持ち主ってわけだ。やってやるのも悪くない。神獣を操って薬剤を倒せばこの力を世界に示すことができる。ハイラルの姫が神獣に乗ってくれと頼んできたけど、詳しい話を聞いてみれば実にふざけた話だ。神獣は援護のために使うもので、薬剤と戦う主役はハイリア人のなんとかという騎士らしい。バカバカしい。どうしてそいつを支える脇役をやらなきゃいけないんだ。即座に断ってやろうと思った時、ハイラルの姫がこんなことを言った。この大地に住む生きとし生けるものすべてを薬剤の魔の手から守らなければなりません。こんな恥ずかしいことを言えるやつは僕は初めて見た。けど姫の顔は真剣そのものだった。ハイリア人ってのは自分のことしか考えないと思ってたけど、あんなのもいるんだな。姫に免じ返事を保留にしてやるとした。
明日ハイリアの姫が返事を聞きにやってくる。この話受けるつもりだ。あと一歩であの技を完成させられる。みんながあれを目の当たりにすれば、誰だって厄災と戦うべきはなんとかという名の騎士じゃなく、このリーバルだと思い直すはずだ。ハイラルの王や姫、それにその騎士自身が僕にひれ伏してお願いする姿が目に浮かぶな。リートの戦士リーバル様、どうか神獣の栗でも厄災ガナの討伐もお頼みいたしますって。ハイラル城で叙任式に参加し、英傑なんて大層な称号をもらった。名前や格好で強くなれるなら苦労はしないが、まあこの青いスカーフはちょっと気に入った。あの無口でいけすかない騎士は今日もずっと無表情だった。あいつは何を考えているのやら。確かにあいつの腕が立つのは見ればわかる。子供の頃大人の騎士に全勝って話も本当だろう。でも僕にはかなわない。あの動きについてこれるやつなんていない。ああそうだ、あの技に名前をつけなくちゃな。何がいいかな。リーバル台風。くっそ、くったらない名前のネーミングセンスが絶望的だ。今日あの騎士が村に紅葉で訪れた姫についてやってきた。姫と族長が話している間声をかけたが、あいつは相変わらずで面白くもなんともない。完成したばかりの 大技リーバル台風を改めリーバルトルネードを披露してやったが、反応はなし。こっちもまだまだ成功率の低い中、無理して見せてやったのに。もしかしてこいつは何も分かってないのか。そう思って挑発してみたけど、やっぱり反応なし。張り合いがなさすぎてバカバカしくなってきた。メドウに引き上げてきた。あいつはん、何なんだあいつは。ああ、あのあれか、メドウで勝負し決闘しようとか言ってた時の話かこれ。明日ハイラルの姫をラネールに送っていく連絡をダルケルから受けた。朝早くに麓まで見送って日の暮れに山から戻ってくる姫とあいつを出迎えるという。どうしてそんな面倒に付き合わないといけない。そう思ったが、ふとあの姫の顔が浮かんできた。真珠に乗ってほしいと頼みに来た時、あの姫は使命を果たせない焦りで必死だったんだろうな。才能のない人間の苦悩なんて正直わからないが、あの姫の努力している姿はまあ嫌いじゃない。そうだな、見送りはさすがにいけないが、夕方ひとっ飛びして出迎えだけはしてやるか。もしかしたら封印の力ってやつも目覚めてるかもしれないしな。で、 お出迎えしてそのまま聖なる力に目覚めずに厄災ガノンが復活してしまい、しかもその復活したせいで誰お前血は、あれか、なんだ、あの新婚旅行に来た人か。はい、そうっすね、知ってる。焼きリンゴが欲しいって言って旦那さんにわがまま言った人だろう。ふん、そうですか。焼きリンゴあげたっしょ。焼きリンゴあげたっしょ。待って、俺焼きリンゴあげたはずよ。待って、ん、あの奥さんに焼きリンゴ渡せってこと。俺焼きリンゴ今持ってるっけ。ちょっと待って、焼きリンゴはさ、焚き火じゃないとダメじゃん。これ素材でしょ。焼きリンゴはないね。まあ飛行訓練場にじゃあ行って焼きリンゴ作って、じゃあ戻ってきてやるか。おー、ミファの待って、飛行訓練場は地図で行った方が早いか。ミファの試練やりたいんじゃが、ここ飛行訓練場だよね。あ、オッケーオッケー。まあいいや、とりあえずじゃあちょっと行ってきまーす。寒いと思ったけど寒くない。あ、ここか。待って、ここはこ、おー、上がる。まさかの下から。はい、飛行訓練場ですよ。あ、向こうか。オッケー。ハロー、来たよ。下から。はーい。やあ。あ、名前覚えてくれたの？そうだよ。まあ。父ちゃん、リンクがいないところで子供にリンク弓を撒いて言ってくれてたのかい？ちょっと照れるじゃないか。お手本か。バッテリーがなくなってますって。数を数えるうちにね。何秒ぐらい？
10秒30秒か。ほっ、壊せなかったか。待って待って待って、おっと、ねえ、こっちにもあるんだよ。当たらなかった。まだ向こう側にもいっぱいあるね。間に合うか。ダメだ。12個か。あれ30秒ぐらいだったっけ。12個、微妙。15個は壊したかった。おう、ありがとう。なるほどね、ここでこうやって遊ぶことができるわけね。はーい。うん、ああ、そういうこと。ははは。いやいや、別に俺は可愛いと思うよ。子供、あんなちっちゃい子供がなんか口悪くても可愛いだけでしょ。リンク、俺たちリト族や鳥は羽ばたきで前。ああ、それは話聞いたな。ごめんごめんごめん。うん、カーンって誰？ああ、怪我した人だっけ。ああ、族長か。うん。よし、ありがとう。なるほどね、そういうものであったか。リンゴ。はい、リンゴ持ってきたよ。お、持ってますよ。これで機嫌直して旦那さんと仲良くして、飯妻は花より団子。まあ焼きリンゴいっぱいありますよ。まとめてって10個ぐらいとか。焼きリンゴ1個5ルピーか。オッケーオッケー。うん、まあ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 いいでしょう。じゃあそろそろできることもこの村ではなくなったし、ようやくようやくミファーのところに向かおうかな。よし、じゃあ行きましょう。はい、戻ってまいりました。戻ってまいりましたっていうか、みんなは戻ってきたわけじゃないのか。あのね、実はね、ここに来てよし行くぞーってなった時に、リーバルの日記読んでないことに気づいて急いで戻ったんだよね。はい、じゃあ行きましょう。話聞くよ。よくぞ来たと。うん、来たよ。これより示すは、そなたの内なる力を高める新たな試練の場所なりと。はい。夢夢侮ることなかれと。まずね、これを探すのがめんどくさいんだよね。その場所、それぞれの。どこに行きゃいいんだかって感じだよね。訪れたものに反応している。それは私なのか、あるいはあなたなのか。まあ旅の目的は人それぞれですからね。そんなことより、ほら、もうおなじみ師匠の未完の歌に出てくる石碑です。 Yes。 ああ、歌に登場するまさにその地で歌えるという贅沢。師匠が完成させていた試練に挑みし英傑ミファーの章。
完成させていたんだ。お聞きくださいと。はい、聞きます。なんかポップな感じっすね。ポップっていうかなんか上がり上司ですね。水を天へと吹き上げちゃう清き水面のラララララ、聖なる力高める口と声を聞き、石碑に刻まれし試練の地を巡らん。こっから重要、光の道を進み、はい、古代のからくり兵を退け。古代のからくり兵、海にかかるし降臨を送る。あ、滝にね。なんかどれも簡単そうじゃない。多分古代ガーディアンのことでしょ。古代のからくりって深く理解したことでもう少し重要な章が完成しそうです。私の師匠もおそらくこの地で先ほどの章を歌ってみたはずです。ああ、師匠の意思を継いで歌を完成させ、晴れて歌うことができたなら、そのためも私は英傑たちのことをよく知っておきたい。またミファの話聞いてくるんでしょ。ああ、できたね。ゾーラの里の王と王子から2人からか。オッケー。ああ、完成させた歌をこの空の下で歌うこと、それが私の旅の目的です。早く君をね、村に返してあげたいのよ。奥さんと子供が待ってるんでしょ。写真撮っとくよっと。はあ、ちょ、拡大しとこう、うん、よいしょ。湖の中っすね。これもなんか村からちょこっと下が離れてないよね。これどこ？あ、これ古代のからくり兵かな。なんか月みたいな形をしている山ですね。あ、でも右の方に連な、あー、はいはいはい、右の方に、あー、はいはい、君入ってこない入ってこない、大丈夫大丈夫、やめましょうやめましょう。もう俺すぐカメラ起動する、すぐリンク映したがる。ここか、この辺だね多分ね。まあちょっと印つけて、じゃあいろいろ確認しつつじゃあやってみますね。あれ、これは黄色い花。まあいいや、今コログの実はもういいかな。アイテムを揃える必要はもうないと思う。アイテム枠を広げる必要ね。で、ここでなんか何やってんの。あら、おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん、お久しぶり、ムズリさん。古代の試練を受けに、もちろん白王子に言われてこの地を調べるように言われてきた。ミファー様が試練を受けた場所、はいはい、100年後の今、当時と同じ異変が起きている。文献で見つかった、はい、朝日が昇るとき光の道を進む先に試練あり。ああ、ここ光の道なのね。朝日を迎えるときか。お前今陽気にスキップしてなかったか。エケツ様ではありませんか。こんなところでお会いするとは。はい、ムズリ殿の護衛で来てる。まあそうね、はい、オッケー。朝日がこれから昇るのかな、これ。朝日が昇るとき光の道を進みし先に試練ある。光の道ね。今のところ何もないよね。大丈夫でね。朝日はこれから昇るんだよね。ちょちょちょ。眩しい。もうちょい待つ。何時ぐらいに上がってくるんだろう。そして空を飛ぶ飛行タイプのガーディアンが私苦手だから、できればかかりたくないんだが、6時ぐらいかな。ちょっと朝日が昇る瞬間を待つのって結構時間かかると思うので、ここにワープマーカーを置いておいて別の試練のところに行きましょう。さて、この辺にありましたね。これか。これをくぐれと。なるほどね。それでしたら、いや、泳ぎスピードアップじゃねえな。ゾーラの、これがいいね。よし、これで行きましょう。行くぞ。なるほどね。登るよ。
次そこね。OK。 いいよいいよ。おっと、まだ続くのね。大丈夫大丈夫、まだまだ全然余裕。次どこ？そこね。その真下からスタートしますね。 OK。 いいぞいいぞ。よし、ここがラストか。 OK。よしよし、いい感じでしたね。じゃあまあこの祠をクリアするのは次回のパートに回しましょうか。はい、 OK。 マウ・エルーヤの祠ですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。